大聖堂ファサードサウバドール大聖堂は、ブラジルサルバドール氏のカトリックの大聖堂。大主教座が置かれている。ジェズス広場の北西側に位置する。ポルトガル領ブラジル初の主教座として、1551年にサウバドールが選ばれた。1549年に、ポルトガルの貴族トメデスウザによって、町が創設されたばかりであった。1552年、 初代司教ペロフェルナンデス・サルディーニャが就任。この頃から市中心部に大聖堂の建設が始まった。1676年、サウバドールは大司教座に昇格した。1758年より後に、イエズス会が本国、ポルトガル及び植民地から追放され、かつてのサウバドールのイエズス会派教会は市の大聖堂に昇格した。 以前の大聖堂の建物は1933年に廃されている。その土台の概要は市内の大聖堂広場の歩道に見ることができる。現在の大聖堂本体の建物の元となったのはサウバドールにあったイエズスカイ派教会であった。イエズスカイ聖職者らは16世紀には市に到着しており、最初の教会と神学校を建てた。17世紀前半に彼らは 新しい教会を建てた。それが現存する建物で、当時ポルトガルでもて生やされたルネサンス様式であった。ファサードは、同時代に建てられたポルトガル本国のコインブラの、信頼制度と非常に似ている。ファサードは、ポルトガルから持ってこられた、美容水志の光に満ちている。日本の首脳が、側面に立つ。イエズス会の聖人、イグナチオ・デロヨラ、フランシスコ・ザビエル。 フランシスコ・ボルハラの像が立つ三つの正門がある。ファサード上階の切り妻は典型的なマニエリストの渦巻き模様中東が側に立つ。主礼拝堂と聖堂内部大聖堂の内側は交差楼の内長方形の一本の側楼のみの境界である。とても浅い主礼拝堂がある。境界両側の壁には背さわりで装飾された側面礼拝堂が並ぶ。 この平面図設計は1世紀前にリスボンで建てられたイエズスカイ派教会の三六家教会をもとにしている。大聖堂の礼拝堂は16世紀後半から18世紀半ばまでの背触りの興味深いショーケースのようである。すべてが彫刻と絵画で飾られている。非常に貴重なものは先のイエズスカイ会に属していた二つの16世紀ルネサンスの背触りで、それらは 信頼制度の中に再利用された。主礼拝堂の背触りは、秀逸な17世紀マニエリスム芸術の一例である。他の礼拝堂は18世紀半ばからのバロック、様式背触りである。円筒形マル天井は、教会本堂を覆っている。本堂は、イエズス会の紋章、アイチェスが入り、18世紀以来の木製ついた手で、装飾されている。 教会の再起保管室は、バロック様式家具、17世紀のポルトガルタイル、マニエリスムモチーフで描かれた木製天井、重要なイエズスカイ聖人の肖像などで豪華に装飾されている。サウバドールにあるイエズスカイ教会のファサードや平面図は、サンフランシスコ寺サウバドール教会など、北東ブラジルにあるその他の植民地教会に影響を与えた。ありがとうございます。